ようございます今おはようございますあの早かったですね。本日4本目のロゴですわ。びっくりですね。ロゴさん大勢なテーマをこうなった。バリバリ予算です。もうちょっとクレムさん違う。おじさん女の子なんても大事やねおじさん女の子なんちゃう。今見えてたのはあれですよ、44歳のおじさんのケツっすよ。目がまた目がおかしいしな。だいぶエロい目しようが。めっちゃ疲れてますよね。そう、目おかしい、ね、分かっとって前のが良かったってめっちゃ。いやもう直してほしいって言ったんだけど、はい、いやまたこれ全部来たの。あ、じゃあもう一回もったいないからスタートになるってことですか。なんか眉毛チップなんだ。あ、そうですね。体臭じゃない。眼鏡化水だ。アンチエイジングでしたっけ。確か普通だったら、ね、直せるって言うじゃん。はい、直せる、直せる。へえ、じゃあもうずっとそのままのおめでとうお付き合いです。怖いわお前。腹かお前を今日呼び出した理由は言ったやろお前。なんか怒られることしたかな。なんかしましたかね。彼女は、まあ、うちの会社第1号、あの、はい、まあ、結婚して、まあ、知ってるね、空島ミニチャンネルで今 YouTube やってるんで、まあ、そこの結婚生活はそっちで妻の方が大変な話をして。あんなほのぼの俺は見てもどうしよういいわ。い人気ですよ、佐々木ファミリーチャンネル。人気ですよ。オンラインに載せんな、あんなもん。幸せすぎるやんけ。こっちがどういう気持ちで見たのと思ったんじゃい。ほっこり動画なんでね。皆さんあれですよ、社長が一人で家で佐々木ファミリーチャンネル見てる姿想像してくださいっていう感じですね。何でそれ。そんな一発ぐらいでやった方がいいかもしれない。やった方がいいと思います。で、まあ、会社としては、まあ、結婚して、まあ、離職して、はい、まあ、もうパートに戻ろうかとかなんだとかいろんな話があったんだけど、はい、結果どうなったかっていうと、まあ、好きな時間に出ていいから、はい、あの時間制限なし、はい、うん、その代わり例えばもう請負体制みたいな、職員でいうとこの1件いくらやってくださいみたいな。あ、はい、で現場管理がいくらだったっけ。まず目標が、うん、あ、月単位で月は件数いったら10件、月10件をくらった。8万円。そうなれお前安いみたいな。でも本気のゴールだよ。でも8万円だけど他のこともやれば具合じゃないですけど、ちょっと足してもらったり。あ、それなりにちゃんと出るの。そうなもらったら他のこと。まあ、待て。てってれーてってれーてってれってれーて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 ってれーどうしよう。朝5時半に起こしたらもう調子が悪いわ。もうテンションおかしいですね。テンションおかしい。になってる。で、まあ、やったと。で、まあ、はい、別のことやったらお金あげるよって言ったけど、もらってないよと。はい。で、そのさ、10件っていうのは、まあ、基本うちの従業員って15件、まあ、多いと20件いけるけど、まあ、俺はそういうの変えていってくれと。はい。従業員のもんで給料結構あるじゃん。社会保障まで。そうですね。さ、はい。それなりの金額よ。手取りで25とか、まあ、20とか25でも月給かね。はい。その経費ならないって。交通費も全部入ってくる。まあ交通費だろうな、うん、足代とかは、はい、でも30万じゃん、社会保障もついとんだけどね、はい、そういう厳しい、ちょっと疲れた。まさかの人間ここで。ベカちゃんと楽しいな。びっくりしたよ、まさかのガチな握り。多分ガチめな握りだったよ。ホームだけどお店来てよ。やんどりがそのままってなってお店来てよ。ゲーバーはひどいだろ。めちゃ言ってるわお前、目がバッチリだよ。ゲーバーおねすっ飛ばしきれた。制限失敗しようか。制限失敗。おもろいわ、やっぱ返しがあるな。最高っすね。ポンポンで言うな。もうすごいですね、言葉がもう次々に出てきますね。髪の毛やっぱ半端ないな。毒がちょっとありますけどね。髪の毛のバケモン。あ、バケモン。髪の毛のバケモン。悪魔。俺もまあまあバケモンだけど、こいつもまたバケモンだ。塗り替え当時バケモンしかいないですね。西のバケモン、東のバケモンだよ。本当にバケモンの集
集まりですか。化け物の集まり。あとでもミッチーぐらいじゃない？コミュニケーション。あ、コミュニケーションの化け物はミッチーかですね。あいつらにコミュニケーションないから。ただなんかあれだな。いや、どうカメラが回るとの切り替えがすごいですかね。切り替えがすごいですね。演者ですね。演者だよ。あれは演者です。スイッチすごいですよ、ね。スイッチがすごい。あんなに真面目だから。はい。めちゃくちゃ真面目。映ってないところじゃすごい真面目。そう営業部分。そうまあ、話は戻しますけど、はい、で10件がいくらじゃなくて、まあ、俺は営業とか責任者がおるもんさ、はい、これの上に店長がおって、まあ、マネージャーみたいなのがおるわけじゃん、はい、でそこの上におるもんで、まあ、まあ現場のことはどうか分からんけど、だけど俺は管理職の人たちも甘いと、はい、ペコちゃんに対して、はい、別に甘く信じて厳しくしろと、はい、でそれはその代わり自由に出入りできるし、はい、うん、だって給料も自由なわけじゃん。そうですね。で、はい、そうそうそう、で俺は民間が多いから子供らも連れてきゃいいだろうし、はい、そんな仕事ねえよって言って、いや厳しくしろ、その前にまず目標が10件だって、その後に金の話するって言ったんですけど、はい、なんと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 お店来てよまた始まったことでしょ。なんかなんかもう一回そのキャラだと思わなかったですね。モデルコーだったテレビだった。今日三尺楽しい。15分だけ時間ちょうだいって言ったけども絶対15分で収まらんわ。まだ3割ぐらいしか話しないよな。間違いない。カメラ入ってる。問題入ってる。問題入ってる。で、はい、まあ今月はまあ会社のせいでね、ちょっと物件数少ないんだけど、はい、まあ、達成しとるんだわ。ほうほう、まあまあやと思う。でも正直、はい、8割しかもらってないけど、はい、時給計算1000キロでしょ、はい、おっと正直おっとお店来てくれないからあ、だから時給下がってくれないから毎日通います、ね、時給上げるためにそのお店時給発生するんですよしかもね、でもこれ本当にさ厳しい方、まあこれ社員の人も聞いとるもんだけど、はい、やっぱさ決まってないから作業量が。そうですね、あの俺っていう仕事じゃないから、はい、超俺ずっといつも本社だからあの仕事したのが見るから来たのに、はい、たまにしか来ないよ、はい、大切な時にまとめてやってるし、はい、今日もさ俺と多分ペコちゃんがじゃないトイレに小走りに入ってお前小走り行っちゃうよお前小走りさんだよお前小走りさんだよ俺なんかやった俺もついてる駒走りって言いました。駒走り小走りさん詳しい、うん、で、ほんとそうだな、今日も見とってあやっぱそうだな、だって終わんでもいいんだもん。だからもう仕事量は多分今の違う社員のほんとに 1.5 から2倍と。ああ、そうなりますよね、やっぱり。うん、ほんとに、はい、これ、私思うよおー、お疲れ様です。お疲れ様です。おでーす。かっこいい。お前これライブ配信すんなよ、お前。ライブ配信一緒だろ。あれ、おめじゃん、一緒一緒。動画ネタ全部出ちゃうから。YouTube の撮影の裏側。もういいって、あっち行けよ。あっち行け、気になるわ。みんな見たいと思うよ。嫌だって、ネタは。撮影の風景、裏側。だって、編集前だもんね。あれじゃん、ボッあのだいぶカットされて、俺だいぶ滑っとるのバレちゃうよ。ちげえよ。間違いない。よろしく。出直します。で、今回、はい、みたいな話しようと思って、はい、黒んだ顔が元気なやっちゃろ目の中に多分めっちゃ可愛い顔になっとるわうわ、悪魔が天使に変わった瞬間ですね。うわ、いや本当にでも頑張ってる。ちょっと波はありますけどね、うん、でも本社に来た時にバタバタ仕事しとるように見えてるのも、うん、まあ、それも自分のせいというか自分のやり方なんで、うんうん、この日はもう絶対に行かないから、うん、逆にこの日に全部まとめてやろうみたいな、うん、ああそうだよね、っていうのもまあ、うん、相当だよ。今日もそうだよな。そうですね、立ち上がったら、いやこれだけやって、これだけやって帰るんでって。そうですよね、いやちょっとやることだけやってすぐ帰りますって一言もしゃべらなかったやって、まあ、トイレもお前はいいわなんかねーでねーいいーって言ってたなみたいな、おっちっかすぐなんかボケがせーまったわねーちょっとテルテルモーズが飛んできますけど、テルテルモーズが。結構バタバタしてましたよね。結構バタバタ、てかほぼフルで出てました。時給500円やった。結果毎日時給500円はまずいパートさんと同じぐらいの日数
数で働いてましたね。あそうだね。朝から結局出て5時とかまではいるみたいな。そうですね、結構本当に朝から夜7時に帰ってきたでしょ。ありましたかわいそうだ。まあだけどお客さんが夜だよね。そうですね、全然いいと思うんだけど、で今回何っていうと、また俺今日素晴らしいなと思った。今日現場ね、たまたま撮影行ったらやっぱ現場の管理職っていうかね、はい、現場今うちは営業と管理っていうのがあるから、はい、プランナーとアドバイザーが、アドバイザーの方か、アドバイザーとプランナーが管理か、うん、で管理のそこはじゃあのペコちゃんじゃなかったんだけど現場、はい、お前もおったよ。いましたね、うん、で、まあ、いろいろ喋っとって、はい、まあ、もっとこうした方がいいよ、ああした方がいいよって言ったら、そうです、早速もう昨日勉強会やった。これ何言ってたら、プランナーをもうちょっとレベル上げていこうと、どっちかというと営業見習いみたいな子たちがそこによってお客さんと色決めたりとかで現場のことをどんどん知ってくるとか、はい、だけど、まあ、その子たちが今日たまたま現場でね、まあ、若い新人の子だよね、半年一年ぐらいの子があって喋ったら、いや実はペコちゃんに昨日勉強会やってもらって、そうです、教えてもらいました、はい、でペコちゃんは手で触ったら緑色かどうか分かると。おお、分からんだろ。わかりますよ。そう、肉厚が違います。やっぱその二度塗り、ちょっとボディ出ましたよ。肉厚、どういうこと、全然わかんない。肉ほら、ね、そうなりますよね。肉ね、ほらね、これこんな感じですよ。残念でごめんなさい。こんな感じです。あのたまには社長にもこういうことバツ、こういうバツ与えないと。そうそうそう、定期的にちょっとやっとかないと。そうそうそう、ホープレイは苦手。僕ホープレイは苦手。多分一番社長の心に刺さるのがこのシーンって感じが一番無反応が点点点。そうです、そう で, でも肉厚って言っても、うん、やっぱ厚みが塗料でつくわけじゃないですか、うん、はい、それが1回しか塗ってないのと、うんうん、しっかり2回塗ってあるのと、じゃあ、うん、ツヤも違ければこう触った感じも全然違うんですよ。ああ、下塗りより、まあ、3発か2発か、そうですね、下塗りで上塗りを2発か、うん、分かるぐらい、うん、でも私も言ってもその産休入る前とで合わせると、うんうん、もう4年ぐらいなんですよ、うんうん、でやっと分かるようになるレベルなんですけど、うん、それもなんかまだそんなすぐには分からないよっていう話はして、うんうん、でもその中で、うん、新人の子でもあからさまに、うん、これは違うでしょっていうところはいくらでもあると、うんうん、まずそこを、まあ、見極めてくれるようにならないと、うん、職人さんを育てるっていう言い方をしたら、職人さんの方が年配だから失礼だけど、うんうんうん、職人を育てるのがこのプランナーの仕事だよっていう話を昨日して、嫌な役目だけど嫌われるかもしれんけど、うん、その役を買わなきゃいけないのがプランナーだよっていう話はしました。だから結構本社の職人さんにはズバズバ、まあもう一人の子もそうですけど、うんうん、結構言うんで、うん、いろんなこと言うね。例えばその品質だけじゃなくて、やっぱり職人さんも人だから、うん、そうですね、予算もあるし日数も決まっとるから、うん、やっぱ雨が降って昼からでも入ってくださいよとかもあるしな。そうですね、遅れ込んだらそう日曜日入ってよって思っちゃうし、でいろんなことが多分あって、はい、でまあ本当にね、しょっちゅう事務所でもどない合いとまではいかんけど、職人さん、あれですよね、こうですよねって、でもこうできないですかとか、そうですね、あれね、もうしょっちゅうやってるわ。でこれだけ今ね、力がある管理、営業ってうちも数名じゃない、そんなに多くないですよね。そんな知らんだろ。知らないですね。知らないですね。知らないですね。そこがコメント欄荒れると思う。まあでも見ててわかるのは、本当に電話とか連絡とかをスッとする人と、うん、ああまああとでもいいかなみたいな人っているんですよね、やっぱり、うんうん、やっぱそこの違いってそういうところに出てくるのかなって思っちゃいますね。その行動力っていうか、うんうん、すぐ行動に移す人、行動力あるよな。いや、ごめんなさい、でもどっちかっていうと電話後でいいかなタイプで、あの、物にもよりますけど、うん、今じゃなくてもいいなっていうのは、うん、後回しにして。ああ、そうです。さっきこっち電話に支配されてほしいだろ。ああ、そうですね。俺電話に支配されんもん。まあまあ、そもそも着信もならんもんね。チェックして移動中に電話するから、ね、あ、そうですね。考えとるかな。私もそう、電話、車の移動中とか。そうそうそう、早く帰りたいし。どっそどっそさあ、じゃあ、まあ、話戻して、はい、まあまあ、いい加減喋ったら何分やってる？今15分ですね。もう約束の時間ですね。間違いない。じゃあ閉めるよ。違う。漢字。変えよう。さっき天使にさせてもらったんで。いや、本当に払ってみる。いくら欲しい？ちなみに、希望。え、私の口からいくら欲しいとは言えないです。
でもだからこそその見習いじゃないですけど、うん、研修みたいな、うん、お試し期間で、うん、まあ、大体3ヶ月ぐらい見るって最初もともと話しちゃったじゃないですか、うんうんうん、でもまあちょっとこの波があったりとかして、うんうん、結果こうずっと定着はできてないから、うん、私も何とも言えないんですまだ、うんうん、だけどその他のマネージャーとか店長の人たちから見てもらって、うん、これぐらいなら上げてもいいっていうのが欲しいんですね逆に。あーなるほどね、あーなるほどね、その自分じゃあ今日決めれんやん。そうです、決めれないと思います自分から一番欲しいとも言えないです。あーなるほどね、うん、なんか何があるのもあるし、俺はぶっちゃけもうあの決めるってのはまず10にしてあげようと思ったの。おもうちょっと欲しいんだろ。いや、もうちょっと欲しいんだろ。いや10か12かなと思ったけど、まあまあ段階的でいいのかなと思った。まあ今ちょっと暇じゃん。そうですね、こっち的だからそうなんですよね。だけどまあ行って9月も迎えるから、うん、9月までに俺やっぱ今日感じたんだよ。それをやっぱあのことをやっとる、そのプランナー管理のことをやっとる、やっぱ雰囲気作りもしとる、だからここはねやっぱ一回応援の意味でもやってあげたいなって。9月10月からさ、やっぱ結果が出てくるの分かるし、で、あとはそのじゃあ私は管理だけやってるから会社の行事は参加しなくていいでしょとか、はい、本社で私はみんなと喋るっても私お金ついてないからってことも座ってるだけじゃっていう感じじゃなく、みんなとミーティングも承知しとるし、そうですね、だからそういう意味でもまずは1回10にしちゃおうかなって思ったの。いいよ10。いやもうちょっと納得しなかったらいいかな。正直どの金額でも納得はできないです。その自分のそのやっぱばらつきがある以上、自分もいやこんだけやっとんのにっていう気持ちはあっても、先月か特にこんだけで正直これかみたいなっていうのはあったけど、あったけど言うね言うね姉ちゃん言うね。まあでもそれが毎月毎月っていう風ならお願いはしようと思ってましたけど、毎月ではないし、でもその分だから自分で休みたい時は勝手に休んどるし、子供連れて仕事行っとる時もあるし、その分自由にはさせてもらってるから、あんま言えないですね、こんだけくださいっていうのは。こういう侍みたいな、男より侍だな。男より侍それはどうなの、気持ち的にはそうですよね。俺は頭だけ侍なんだけど、今あったね今、うん、残り残っとる。リプレイしてよ、リプレイリプレイしてよ。いや、まず俺は思ったのはまず10で、また3ヶ月ぐらい様子見てもいいかなって。そうです、9、10ぐらいじゃん、今度。そうですね、まあ、8、9、10、まあ、11ぐらいか、まあ、一番ピークだよな、うん、そこにやっぱじゃあ、まあ、11、あきついなーっていうので、また12、1、2、3、まあ、1、2ぐらいはちょっとまた落ち着いてくる。そうですね、でその12ってやっぱピークの前にもう一声ぐらいを俺はやってあげてもいいのかなって思ったんだけど、今ちょっとこの落ち着いてる時期でもう一人の子を育てようっていうのと、ちょっと落ち着いてるからこそそのプランナーの機能もみんなでちょっと協力してレベルをみんなでレベル上げようっていう話を勉強会でしたんですけど、まあ落ち着いてるからこそできるかなみたいな感じで、まあ他の店舗の管理の子と一緒に現場回ったりとかもそうだし、相談乗るのもそうだし、職人を育てるっていう言い方されるんですけど、まあ育てていくのも、まあ、今だからできるかなっていう。そうだね、自分がバタバタし始めたら正直そこまで見れないんで、よし分かった、まあじゃあ今回特別、今回10ですけど別にしといてで11万だな。そうですね、で今までは今で8万。そうです、そうです、だから実質は7万3000円ぐらいしかもらって7万2000円と、3000円ぐらいしかもらってないわけじゃん。7万なんぼから実質10万円だ、3万2万1000円ぐらいな。いやでかいって、俺らがでかいよ。働くもん、動画もね、こうやって嫌な顔してるし。そうですね、YouTuber班としてもありがたいですね最近全然撮ってなかったやん。大谷さん頑張ってますもんね、アリビちゃん。はい、ありがたいです、本当に。だけど、あのまあ噂にもなっとると思うけど、編集長が辞めちゃったよね。編集長じゃん、皆さんここで言いますなんで、いや、あれはもう動画にしようがいいかなと思って。まあそうですね、物つまらなくて楽しい業界できると思う。まあそうですね、びっくりですよね。びっくりですよね。まあ、俺も怒ったんだよね。まあ、そこはあんまり引っ張らんとこ、まあ、やめたもんだけど、まあそうですね、さーっとスラーっと、はい、まあそんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとまた頑張ってよ、力貸してよ。いやもう全然それは、うん、やれるとこまでは、まあね、大変かもしれないけど、まあそうですね、でもまあみんな協力してくれてるんで、うん、まあいい会社になってきたね。うん、全然変わったと思います。なんでうちパートさんに他の店舗もそうじゃん、もう長い人多いもんね、結構でも長い人しかないよね、長い人結構多いよね。フル株、ズボネさんですよね、本当に。おお、知らんだろう、お前。全然分からないですよ。一回取ってこいよ。行ってきます。まあまあやばいやつがいっぱいおるんです。ほんとすごい、モンスターいっぱいおる。モンスター、いや、そうそう、ほんとだ。聞いたらすぐポンって答えてくれる。そうそう、何もだって十何年とかやってる人。おお、何でもしてるって。何だったらペンキ塗り始めるんだよ。
はい、じゃあちょっと、まあ、時間オーバーしちゃったけど、はい、時間給だよ、うるさいね、時間給じゃないな、時間給じゃないです、できなかったできなかったんで、あの再生数に応じてちょっといくらか渡さないといけないですね。このチャンネル応援しろよ、そんなこと。このチャンネル応援しろよ、YouTube の短い動画のおかげでこのチャンネルも伸びてる。あ、じゃあ、もう一発ね、佐々木チャンネル、ちょっと宣伝じゃあ、はい、このつまらん動画をされてましてる、あの佐々木ファミリーチャンネル、そう、佐々木ファミリーチャンネルです。ちょっと宣伝、番宣お願いします、はい、番宣はないですけど、佐々木ファミリーチャンネル、足場班のイケメンと、ね、まあ、子供たちの日々のほほんとした、まあ、子供の動画、そうそうそう、また面白いわ、なんかね、まあ、こういうこと言うと怒るかもしれんけど、なんか旦那のことが大好きなんだな。見てて分かるよ、すごい楽しそうなんですよね、チャンネル風なんだけど、すごい気使ってるみたいな、なんか絶妙な色がしてるよな、ね、また、ね、ちょっとまだ頻度はそんな多くないですけど、うん、頑張って地道にコツコツやってますので、あのね、また編集も自分でやっとるね、そうですね、それが面白いと思いますよ、また見てください、ぜひぜひぜひチャンネル登録お願いします、うん、ぜひぜひ本当にチャンネル登録だけでもさ、またしてくれると、ね、まあ、なかなか見る時間がないよ、はい、登録だけでも本当ちょこっとし、うん、いったら、あのうちの動画のどっかで貼ってあるの？貼ってありますね、概要欄に貼ってあります、概要欄にも貼ってある、はい、で共有みたいな、あれいけるよ、チャンネル開いてから横になんか仲間みたいなの出てくるよな、あ、多分チャンネルかなんかで、うん、そのリンクで飛べますね、飛べるよな、まあ、それもありますんで、ぜひ登録だけでもね、はい、でまた今度ゆっくり見合いや、登録しとくとまたポーンと上げた時に出てくる、そうですね、最新の動画とかがチェックしやすくなるんで、うん、そうそう、登録しとくとそれが本当に助かるよ、はい、俺もやっぱ登録しとくとあれどうだったかなっていうのがまた出てくるからさ、うん、ぜひ登録の方もしてください、お願いします、せーの、まだねー。